春日山駅は、新潟県上越市春日山町三丁目にある、越後ときめき、鉄道名高アネラインの駅である。当駅は、高田市に所在する駅で、高田市と直越市双方の中心市街地のほぼ中間点に位置する。上越市役所の本庁舎の最寄り駅で、市街地を挟んだ西側には、上杉謙信の居城であった春日山城跡などが、 所在する、春日山がそびえる。新潟駅上越明光駅、荒井駅間の特急、白雪号往復のうち、一往復が当駅に停車する。東日本旅客鉄道新越本線の駅であったが、2015年3月14日の、北陸新幹線、長野駅金沢駅間延伸開業に際し、並行在来線として、経営分離され、板、越後時めき、鉄道へ移管された。 2002年11月末まで運用されていた旧駅舎は現駅舎南側400メートルの地点に所在していた。相対式ホーム2面2線が設けられていたが2002年頃から東側の2番線を使用中止とし、駅舎に面する西側の1番線のみを運用していた。1996年9月の段階では特急、浅間と急行、赤倉が交換を行っていた。 旧駅舎や交換設備の大部分は移設後に撤去されたが、このうち旧二番線の線路は北側に接続する、非電化の側線として、事業車両の留置などに運用している。また、旧駅舎付近の本線の配線は変更されていないため S 字カーブを描いており、付近では時速 60km の速度制限がかけられている。短式ホーム一面一線を持つ地上駅である。 越後ときめき鉄道が直営駅として管理を行っている。早朝や深夜に発着する一部のワンマン列車では、切符の収集、運賃生産は車内で行われることがあるが、通常は改札口にて改札業務が実施される。駅構内にはタッチパネル式自動券売機、窓口、有人改札口が設置されている。窓口では、 越後ときめき鉄道の乗車券、オリジナルグッズが販売されているほか、窓口内には、マルス端末が設置されている。現在の駅舎を商工会議所等が入居する3階建てとした上で、東側の上越市役所方面への連絡通路を設置する計画もあるが、着工時期は未定である。列車接近表示器から流れるメロディーは、上下線いずれも、村の火事や吸音源タイプである。 直越駅が管理する業務委託駅で JR 新潟ビジネスが駅業務を自宅していた。出札窓口は緑の窓口として営業していた。2020年度の1日平均乗車人員は662人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅舎向かい側の区画には上越市の交流施設が所在し、周辺の多くは 住宅地となっている。駅裏手は、上越市役所などの行政施設や、公共施設が集積している。また駅北側の県新港大通り沿いには、ロードサイド型の商業施設が多数出展している。以下の施設は、いずれも上越市役所バス停もしくは、文化会館前バス停より、富岡行バスに乗車し、約5から15分。または、徒歩。 約20から40分2020年4月時点での情報を示す。このほか駅東側の市役所からは一上越大通り線も利用できる。また、駅から南へ徒歩10分の木田バスストップでは高速バスが利用できる。駐車区出店ありがとうございます。